はい、皆さんこんにちは、TZ48 こと桂田源太郎がお届けするライブ動画の時間でございます。いかがお過ごしでしょうか。どうですかね。梅雨入りしましたね。はい、梅雨入りしたけどジメジメしっとりとお届けしますというタイトルで、お届けしましょうね今日は。お客様が集まるまでしばらくお待ちしましょうか。はい、誰か入ってきてくれるかな。今日はみんな忙しいかな。雨やし忙しいっていうのもよう分からへんけどね。もうざっくり降ってますね。もうごまかしようがないほどに降っておりますけども、はい、そんな感じで、誰かが来てくれたら本格的に始めましょうか。ですね、今のところお客様が誰もいらっしゃらないという。あ、村井さんが村井さんこんにちは。猫キャラを抜いて、クソ真面目にお届けしますよ。あんなことないわ。TZ48 こと桂田源太郎がお届けしている、いつものキッチンからのライブ。これ外出たいねんけどね、スタッフさん、なんか考えていてください。外、なんか六甲の上とかにこれ機材運んでどっか怒られるんかな、勝手にやったらね。あ、3人になった。誰がいるんだろう。なんか声かけてくださいね。あ、えらいって猫キャラ出してませんよ今日は。はい、ですね、ありがとうございます。大先輩の、起業家コンセントカフェオーナーの村井純一さんから偉いっていう風に褒めの言葉をいただいて、まあこれね、調子乗ったらあかんなんですよ。謙虚にね、謙虚に参りましょう。で、先週までのおさらいをいたしましょうかね。最初、料理動画、そう、それこそこのコンセントカフェさんでいただいたお料理、菜の花とイチゴの白和えっていうのがすっげえ美味しかったんですよ。かす汁バーっていうタイトルで、夜に、オーナーシェフ、オーナー、何、日替わりシェフ日替わりシェフでやってらした方のお料理の一品で、イチゴと菜の花の白和えっていうのがあって、それいただいたんですけど、で、これはうまいということでちょっと真似をしてみました。まあね、あのプロの方が作る味には、遠く及ばなかったんですが、ね、なんとかかんとか作って、でその後にですね、その次の週は、でっかい大根をいただきまして、でその大根と鶏肉、もも肉があったので、もも肉と、大根と卵、ゆで卵作って、卵と鶏で親子やなっていうことで、親子大根というタイトルで、それを今から炊くよっていうやつを、ライブ動画で配信しました。で、その次の週が、ですね、牛タンを、コロナウイルスの関連、緊急事態宣言で、みんな自粛って言って食材が余ってるよっていうところの、牛タンを買い込みまして、で牛タンをですね、1キロの牛タンを、3人家族なんで、うちね3人で割って、じゃあ300グラムぐらい食うていいんちゃうんっていうことで、一人でひたすら牛タンを焼いてレモン汁につけて、食べるっていうやつをやっておりました。でその次の週からなんですけども、ちょっと思いついて、で今も置いてますけど、今音鳴りませんが、鍵盤を持ってきまして、でこう鍵盤弾こうよとね、桂田源太郎一応ミュージシャンの端くれやんということで、鍵盤を用意しまして、で鍵盤の横手で焼きしゃぶやったんですよ。牛肉の薄切りがあったんで、焼きしゃぶやりながらの
歌歌いながらのってやったんですね。で、それでその翌週にですね、コメントで、いやー、肉焼いてバッシャバシャ油飛ぶ横でキーボードをね、鍵盤楽器置いてたら油で汚れないっていうご心配のお言葉をいただきまして、で、肉焼くのやめましたね、やめて、で、乾き物、おかきとかね、かまぼことかそういうやつ用意して、で、キーボード、鍵盤弾いて、で、その時は、和音の説明っていうやつを、ジャズの和音ってこんなんなんだよとか、和音ってね、こういう風に作っていくんですみたいなやつを、まあまあ言ったら得意分野ですね、桂田源太郎の。で、そこら辺をお話ししました。で、その次の週も、ライブ動画、音楽を交えてなんですけど、皆さんに曲の構成っていうのをちょっとご説明して、メロディーが ABC みたいに分かれたり、 ABA とかね、 ABC とかいう風に段落ごとでメロディーが分かれるんですよね。で、それで、じゃあ米津玄師さんのレモンはどういう風に分かれますか、考えましょうっていう宿題を出しながら、そういうことをいたしました。で、その次の週ぐらいからちょっとね、運動もしろよって言われて、で、腕立て伏せとかやり始めたんですよ。腕立て伏せとかスクワットとか、まあこういう、この現場がキッチンなので、ここでできるような、なんでしょう、運動を軽くやってみようっていうことでやり始めまして、で、その時は、話題としては倫理学に触れました。倫理学の、功利主義っていうやつですね、幸せっていうのは、最大多数の最大幸福を考えていくのが幸せなんだよっていう、まあ功利主義っていう考え方を、ご説明して、で、その時に、トロッコ問題っていう、これ皆さんだったらどう判断しますかっていうトロッコ問題を、提示させてもらいました。で、その次の週がですね、カントさんの義務論っていう話、こうすべきだっていう、こう生きるべきだっていうことは自分の生命の内面から湧き上がってくるもんなんだよっていうことですね。そういう、カントさんの義務論をさせていただいて、で、その次が、その次が先々週ぐらいなのかな、ね、猫の被り物をしましてですね、で、ライブ配信したんですよ、猫の被り物をして。で、でその時も、運動でなんかバービージャンプしろとか宿題をもらいまして、バービージャンプしてジャンプって飛ぶ時ににゃーって言えみたいなね、話をリクエストがありましたので、で、そんなこんなをしながら、先々週ですかね、お届けしまして、で、先週は、普通にただ単に歌を歌った、喋った、特にテーマも決めずに喋らせていただいて、で、そんな感じでお届けしていましたね。そんなこんなで、先週までやってまいりまして、先週からそうそうこのカメラの方角を変えたんですよね。キッチンの、ワイドな方向に縦長にというか細長く使うように、ね、スタッフさんから、なんだろう、ご提案をいただきまして、そんな感じでやってまいりました。さあさあ、先週までのおさらいが済んだところで何かをしなきゃいけないわけですけれども、今日も運動しろよとか言う人がいらっしゃらないので、ゆっくりとゆるりとやっていきたいなというふうに思いますが、ではね、梅雨に入ったので雨にちなんだ曲を何かやったらって、これ先週ぐらいから言われてたんですよ。梅雨入りすんぞそろそろって。だからちょっと雨にまつわる曲を考えておきなさいよっていう風に
言われてたんですけども、それがね、雨に関する曲っていうのがうまく見つからなくてどうしようかと思ってるんで、ぶっつけ本番でいいですかね。これで、ちょっとねピアノの音を変えてみました。
粗末様でした、森高千里雨、カバーバイ源太郎桂田でお届けいたしました。あ、堀さんもこんにちは。気づかずにすみません。いらっしゃいませ。ありがとうございますね。どんな感じですかね。今日も皆さんお休みなんでしょうかね。うん、なんかね、雨にまつわる曲な。ぶっつけ本番でやっとった。なんなんこれ。はい、めちゃくちゃええな。八代亜紀さん、雨の墓場、雨の墓場合ってるかな。あ、合ってる合ってるって言ってはります。スタッフさんが雨の墓場、はい、カバーバイ源太郎桂田でぶっつけ本番でお届けいたしました。 2番なんかかなり怪しかったんけどね、多分ね。あ、ひもとさんもこんにちは。暑、雨の墓場をお届けいたしましたよ。はい、ただの全盲のおっさん48歳 TZ48 こと桂田源太郎がお届けしている、何の意味もないじめーっとした梅雨にまつわるしっとりとお届けする
ライブ動画でございます。ちょっとじゃあこれです。ちょっと飲み物取ってきますね。もういいね、飲まんとやってられへんのかって話ですけどね。オープン。冷蔵庫ね、オープンして、うわースタッフさんがまたお土産くれてるんだ。スタッフさんがね、はーい、これね、毎回スタッフさんがお土産をくださって、お土産のおかげで細々と生き延びている桂田源太郎でございますが、はいね、皆さんも何かお飲み物をお持ちでしたらね、何かお飲み物があればちょっとお持ちいただいて、お手元にお酒でもビールでも、コーヒーでもお茶でも何でも構いません。よーぶわー言うてる、ぶしゃー言うてるやん、これスタッフぶしゃー言うてるやん。いつかこれキーボードにかけるな。はい、ということで、先週もお疲れ様でございました。あっつー、なんで今日暑いの、これもうジメジメしてるからかな、うん、暑いわー。はい、ですね、先週もお疲れ様でした。今週も日曜日から新しい一週間が始まりましたよ。皆さん梅雨にもめげず、ね、ウキをウキウキと、あかんかウキをウキウキと過ごそうじゃありませんか。ということで、イエーイ、乾杯、イエーイ。はい、ということで、うまね、いつ飲んでもうまいわね。はい、なんか今日は、あ、ミッキー来たやん。こんにちは。こう見て見て、ちゃんと銘柄をスタッフって、スタッフさんが準備してくれましたよ。ミッキーもちょいちょいコメントくださいますが、コメントくださいね。今日はね、今日はちょっと寂しいよ、なんだか。いないのか。あ、消えた、いないのかな。見て見て、ちゃんとお酒用意したんだよ、サントリー推しのミッキー先生のためにってこっちゃないですけどね。はい、スタッフさんが準備してくださったドリンクで喉を潤しながらお届けしている、ただの全盲のおっさん、48歳 TZ48 こと桂田源太郎がお届けしています。ライブ動画ですよ。よろしければ、どんどん、クリックして集まってくださいねって言っても、これ聞こえてないからね、クリックするまではね。入ってきてくださいね。入ってきたら、気軽に声かけてくださいよ。うん、うまいね。隣横手で、横手のリビングのスタッフルームで、見てくださってるスタッフさんが見てくださってるんですけど、ちょっとタイムラグがあるんですね、皆さんのところにお届けするというか、なんかね、こっちで喋ったことがおおよそ30秒ずれぐらいで皆さんのお手元に行く雰囲気ですね、感覚的には。なので今喋ってるのは30秒後にあなたたちの耳元に届いておりますよ。そんな感じで、ですね、そうだな、梅雨ね、これね、前もこれラジオで言ったんですけど、まあラジオ聞いておられない方がいらっしゃるので、まあね、これオンデマンドでもね、後から録画でも見ていただいて結構ですので、見ていただいた時に皆さんにお伝えできればと思うんですけども、梅雨ね、桂田源太郎梅雨嫌いなんですよ。いや、皆さんもお嫌いかもですけども、なかなか好きやって、梅雨好きやねん俺、やっほーっていう人いないと思うんですけどもね。で、梅雨がちょっと苦手でございまして、で、なんでかというとね、梅雨ね、
目が見えてないじゃないですか。ないですかって、目が見えてないんですよ、僕ね。生まれつきの全盲なわけですよ。で、そうすると、右手に強制的にですね、白い杖、白杖って言うんですけど、白い杖持たなあかんんですよ。で、左手に傘も持たなあかんわけですよ。もうこれが、ね、自分の身の上とはいえ、好きになれない。もう、この手荷物の多さが。で、これをね、ラジオで言ったら、とあるリスナーさんから、カッパ来たらどうって言われて。カッパね、ええんやけどね、カッパ蒸れるんだ。熱い。もう、めっさ。カッパは。うん。なんかね、いや、いいんですよ。そやけども、カッパも嫌なんですよ。まあ、ただ単なるわがままかもしれないですけどね。うん。なので、梅雨はね、好きになれないですね。なんですよ。そんな感じでね、梅雨が好きになれないという、桂田源太郎の諸事情と、そうそう、ラジオでもお届けしたので、こちらでもお伝えしておきますけども、あとですね、その梅雨に加えてですよ、ね、もう皆様が社会的な情勢なので、ね、これはもう、とてもいいことではあると思うんですけども、とてもその目の見えないものが困っていることがあるんですよ。何かというと、ソーシャルディスタンスっていうやつですよ。ね、かっこええせん、カタカナで、ソーシャルディスタンス。なんやねん。ね、星空のディスタンスか、ソーシャルディスタンスか、っていう感じですけど。ねえ。かっこええ、カタカナですよ。2メーター開けましょうっていうやつね。人と人の間2メーター開けましょうねっていうやつ。で、それね、僕らね、悪気ないんやけど、目が見えてないから、できひんわけですよ。ね、ちってなんか、おっさんがヨロヨロ寄ってきやがったとか思ってはる人もいてると思うんですよ。ね、俺が、ふらふらしてたら、2メーター空いてないやないかと。ね、気は使ってるんですよ、電車でも。できるだけ隅っこの方にいようかなとか。けれど、でもですよ。皆さん分かってください。許してくれとまでは言わないですけども、目が見えない人は目が見えてないんですよ。ほんまに。マジで。なので、そう、目が見えてない人は、ソーシャルディスタンスって言われてもですね、ね、みんながなんやろ、みんながそうね、四方八方になんか、竹竿みたいなやつで、何、2メーターずつ、ね、前後左右とかに、ね、持って歩いてくれてたら、あ、これに当たったらあかんねんな、言うていけるか知らんけど、なかなかね、皆さんと2メーター間隔空けるのがね、難しい時があるわけですよ。なので、ソーシャルディスタンスには、視力障害者は戸惑っているなっていう、諸事情をちょっとお含み置きいただいたら嬉しいのかなっていうふうに思ったりもいたします。そんなことを、ラジオで切々と語ったわけなんですけどね。はい。うん。うまい。何歌おうかな。ね、今日もな流れが静かだな。なんか語りかけていただければすごい嬉しいんですけどね。あ、日吉さんもだ。日吉さん、おはようございます。おはようございます。あれなんか言って、日吉さん。今日ね、静かなんですよ、流れが。なんか語りかけてください。で、今日は雨をテーマになんかね、お届けしていて、雨の歌歌おうかって言ってて、で、
おはようございます、おはようございます、おはようございます。雨のね、雨の歌歌おうかって言って、さっき、森高千里さんの雨と、八代亜紀さんの雨の慕情歌ったわけですよね。適当にうろ覚えなんですけど、なんか雨の曲、思い出の曲とか雨のエピソードないですか？雨もね、なんかね、好きな人と一緒に過ごしたら雨もね許せるんですよね、多分。雨の歌ね、なんかないですかね。雨というか、いや実はね、歌いたい曲があって、練習中なんで、また応援してくださいね。あれね、例えばね、あなたのことが好きなのに私にまるで興味ない、いつあったの失恋の準備、何度目かのやな、イエイイエイイエイ、周りを見ればたくさんの可愛い子たちがいるんだもん、地味な花は気づいてくれない、イエイイエイイエイ、カフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いていたら知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す、止められないこんな気持ち、カモン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 ベイビー、占ってよ恋する好循空気、未来はそんな悪くないよ、ヘイヘイヘイ、月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートの好循空気、人生今日よりも良くしよう、ヘイヘイヘイ、ヘイヘイヘイ、あ、人生捨てたもんじゃないよね、あっと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える予感で、これやりたかったんですよね、まだうろ覚えないんで、これ練習中ね。あ、こんにちは、あ、ソーシャル、あ、何、え、坂本さん、え、ソーシャルの話から聞いて、ソーシャルディスタンスから聞いてくれてたの？ああ、ソーシャル、そうそうね。電車混んできたしね。どうもです。いらっしゃいませ。ただの全盲のおっさん、TZ48 こと、めちゃくちゃやな。ちょっと待って。ただの全盲のおっさん48歳、TZ48 こと、桂田源太郎がお届けしている、何の意味もない、梅雨入りしたよ。じめーっとしっとり、お届けするよというライブ動画です。ね。何がいいだろうな。これもね、練習してるんですよ。黄昏の街を背に抱き合えたあの頃が胸をかすめて弾みな言葉が時に人を傷つけた、そして君はいないよ、間違えた、窓に映る哀れな男が愛しくもあるこの頃では、この
練習中なんです。キー高すぎたね。もうちょっと下げてよかったかな。はい。ありがとうございます。よく歌詞覚えられるねって。ありがとうございます。ありがとうございます。雨出てくるんですよ。雨にまつわる曲って気にしてるんですよ。はい、そんな感じでなんか練習中の曲をパラパラとやりながら、お届けしている TZ48、 違うわ、間違えた、ただの全盲のおっさん48歳、 TZ48 こと桂田源太郎がお届けしているライブ動画です。はい、なんか一個崩すと言われへんねん、なんかね、決め台詞っていうやつを一個外したら、だからそんなんないですか皆さんも、なんかなんかね、お料理する時とかのトントンってなんか包丁でやってリズミカルにいったら、あとも後々スムーズにいくけど、もう最初でしくったらもうええわってならないですかね。なるんですよ。ね、そうそう、まあね、目が見えない人たちが中心に運営する飲食店っていうのを起業するっていうのを夢に掲げて TZ48 という名義で、活動してるわけなんですけども、ね、そう、僕も料理するわけですよ。今度料理の動画にしますよ、一回。一番最初の頃やってたんですけど、包丁とかを目が見えない人がどうやって使うか、多分でもね、普通の人とそんなに
動作モーションとか遅いですけど、そんなに変わりないに違うかなと思ってるわけですよ。まあちょっと持ち方違うよとか、またご指導いただければいいんですけども。でね、うっかりしてる時にね、パスッとやってますよ、指先とか。もうやったらへこむね。あのね、こないだというかいつやったかな、ポテトサラダ作るのにキュウリのねスライス作るときに、ちょっとまあ包丁でやったらよかったんかな後で思ったんですけど、スライサーでやってただけですよ、調子乗って。でサク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 やってて、あ、気ぃつけなあかんな、指先気ぃつけなあかんな、指先気ぃつけなあかんなって思ってたのにですよ、チョンって当たって、あーもうやったもん、めっちゃ痛いってなった時から、もうええわなってね、もうええわと、もうこんなポテサラ知らんわ言うて、うちの妻にバトンタッチしましてね、もうポテト優雅くんもやって、もう痛いわ手が言うて、ハムとキュウリ切っただけですよ。でそこでリタイアしたんですけど、ね、もう刃物はいかんね、ほんまに。あ、なんでちょっと油断すんねやろな、気ぃつけな気ぃつけなって思ってるんですよ。ファンなんかね、チュッと当たっただけで切れてるでしょ。あ、でもなんかね、一説によると切れ味がいい刃物の方がいいらしいですね。刃物切れ味良かったら気をつけるでしょ、多分。で気をつけてやるから、手を切ったりするリスクが少ないのかもですよね。そんなこんなで、そんな感じで料理の失敗談、あとあと焦がしたりとかね、そんなんはあるわけですけどね。カレーライスとかね、シチューとか煮物とか焦がしたら終わったーって思いません？終わったわーって、上積みだけ削除してちょっとね、ちゃんとやり直そうとか思っても、やり直されへんもんね、一回焦げたら。焦げ風味がつくんですよ。もう、カレーとか、シチューとかね、ルー入れた後にね、ようやってまうんですけどね、ルー入れた後油断したらあかんですよ。油断してね、やってまうんですよ。あー焦げたってなんか変な匂いすんぞと思ったらね、もうダメですね。ほんまに。あとね、成功したことないのが、かぼちゃの煮物なんですよ。あれ美味しく作りたくて、刃物ね、傷の治り早いな、うん、そうそう、よく切れる刃物の方がね、ピッてやってもジグザグな、なんか切れ味悪いやつの方が傷口変になるからね、うん、傷の治り遅いっすね、うん、はい、そんなこんなで、そう、かぼちゃの煮物ね、うまくできる方法ないですかね。いつも失敗すんねん。なんか味が旬でないなっていう。関西人旬でるって言うんですけどね。味が染み込んでる感がないんですよ。なんか、だし汁はだし汁、かぼちゃはかぼちゃみたいになってね。違うやんって。いや、もっとこれ、じゅわっと染み込む、炊く時間、煮る時間が足らんのかね。結構せっかちなんですよ。でも焦がしたら嫌やし、やばいと思ってすぐ火止めるんで、それがあかんのかな。甘辛くね、美味しいかぼちゃ炊きたいですよね。うん。そんなこんなで、いろいろと言いながら、うだうだ言いながら、今日静かやなぁ、お届けしている、今日のライブ動画なわけですけどもね、クローバー、今何時？11時16分です。はい、あと40分少々ございますが、これどうしようかね。新曲もほんまはな、あれもやりたいんやけどね、
ね、戻ったかな、ちょっと一旦切って、ちょっと練習ばっかりしてて、あね、今日やりたいんですよ。もうふわりがあかんねん、追いつかれへんねん、おっさんやから、ダララ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 って、え、どうすんのどうすんのって、どうすんの、どこ歌ったらいいのって、もうカラオケで何回やって挫折したか、もう C メロにサビ行くときにもうダメだ間に合わないって なって、あーもう歌われへんわ言うてね、ためのない血と涙で乾いた喉ふるおせんって歌えたらかっこいいねんけど、いつもね、あかんねん。あかんのを弾きながら歌おうとするやろ。さらにあかんねん。なんか誰かサポートメンバーでバックやってくれる人いないですかね？ね、全力少年歌いたいんですよ。本当に。困ったもんだ。あのね、実力ないくせにね、理想高いんですよ。はい、そんな感じでお届けしてますけども、うん、あと何やろうかな。間延びしてきたね。いかんね、これは。なんか客を呼ぶ、何？工夫をせなあかんな。どうしたら客を呼べるか。ね、一人で考えててもダメなんで、これ、ね、ご提案いただければというふうに思ったりしますけども。やっぱこれ、外行かなあかんって、やっぱり。外に、スタッフ。なんかこれ六甲の上とかでやろうよ、一回。怒られんねんやろな、勝手にやったら。このテーブルとか持ってってあかんねんやろな。あ、そうやけど、なんか バーベキューやったりさ、コンロでなんかちょっと豚汁作ったりしてる人おるやん。運ぶの大変やん。え、これ、うん、運ぶの大変やろってスタッフさん言ってくれてるんですけど、いや、これ、うん、担いで、ケーブルカーで行きましょうよ。ケーブルカーで。ケーブルカーで、六甲三条のなんか、公園の端っこでいいっすわ。一回。あかんかな。行って、
これこのキーボードとかテーブルとか椅子とか持って行ってで怒られたら帰ってこなあかんからな、はい撤収って言って、なんか奇抜なことせなあかんよね。あのまあ、これね、あの奇抜なことせなあかん、奇抜なことせなあかんって言って、なんかどん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 派手になっていって、なんか問題になってる YouTuber の人とかいてるんで、あの奇抜になりさえすればいいっていう話でもないんですけども、なんですけども、なんか考えんとダメですよね。いや、ここの外の公園も怒られんのやろな、きっとな。うちのね、外に公園あるんですよ。六甲道南公園って言って。で、そこで、六甲、ひよしさん、ひよしさん見ててくれ。イノシシおるんちゃうって、六甲。イノシシ大丈夫でしょ。なんか木やばいって、あ、かわいい女の子がどうしたの、あ、かわいい女子が必要、あの盛り上げるには、あ、そうやな、おっさんでやっててもなあかんかね、6個わかんかな。あ、一回でも、あの、このキーボードとかするかせえへんかは別にして、あの、外からお届けしますわ、一回。この、ま、梅雨時期、どうか知らんけど、なんか、ケーブルカーでね、うち、神戸市灘区って言ってね、あの、六甲山が、ね、もう目の前なんですよ。なので、そう、ケーブルカーで登っていったらいけるんで、登っていくとこからやったら、あれやろな。あ、ひよしさん、ひよしさん、六甲で、イノシシ出会った？ああ、で、なになに？で、坂本くんは、なに？あ、何？あ、牧場行けと。六甲山牧場に。突撃。ああ、ええねんけどな、何気に、あの、これなんかライブやってバレたら、いや、バレたらっていう言い方はあかんけど、ライブやっていうことが分かられると、なんか許可取ったんかとか言われるけど、なんか遊びに行ってって、なんか、なんていうん？羊さん、ヤギさんとかと戯れてるところを取って流すんは多分、まあ、ギリギリセーフなんちゃうかなっていうふうに個人的には思うんですけどね。外でなあかんな。このもうキッチンの中は限界が来たね、これ。うん。キッチンの中はね。ね。ほんまに。の中はもう終わりだねっていう感じで、君が小さく見える、僕は思わず君を抱きしめたくなるね。何これ、歌詞ちょっと、歌詞きっちり覚えてたら歌う、この次ガーっていくんやけどね、さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐ外、もうすぐ外は白い冬、愛したのは明日に、君だけってこうすんのよね、あ、君だけ、これまた練習しときますね。でもこれ、ん？これ何？秋っぽいやん、曲。さよなら。
また秋までに仕立てときますよ、これは。そうそう、キッチンのね、キッチンでやるネタが尽きてきたんで、キッチンもう終わりだねって言って、そこにかけて、やったわけですけどね。うん。何歌おうかな。これ歌ったかな。
かな、どっかで。多分ダブってるように、あの、セットリスト出さなあかんよね。ダブらんように。はい。いちご白書もう一度、ばんばひろふみの曲でした。カバーバイ、ゲンタロウ桂田でお届けいたしました。ねえ、クローバー。今何時？11時31分です。はい。あと30分少々ですよ。30分ないな。半から始めたからちょっとブチって切れるの嫌なので、ありがとうございます。懐かしい歌って。あ、こんにちは、みわさんね。あーと、はい、ただの全盲のおっさん48歳 TZ48 こと桂田源太郎がお届けしている、何の意味もないふわっとしたライブ動画でございます。はい、うん、じゃあちょっと、うん、好きな曲なんで毎回やってますけども、キーボード、あのピアノの音なんで音変えてやりましょうか。折り方を
は紙飛行機あえらを乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのかそれが一番大切なんだ。さあ心のままに365日飛んでみよう飛んで行け飛んでみよう飛んで行け飛んでみよう飛んで行け。間違えさえせんかったらね、歌ですわ、ほんまに。俺じゃなければ。はい。全然卑屈になってないんですけどね。懲りてないんですけどね。はい。あ、松下さんもこんにちは。いつからいらっしゃったんでしょうか。松下さん、いつからいらっしゃいましたか。恐縮です。いらっしゃいまし、ようこそいらっしゃいませ。365日の紙飛行機。AKB48 の歌をカバーバイ源太郎桂田でお届けいたしましたよ。はい、そんなところで美味しく美味しく、ビールをいただきながらこれ契約書類上このライブ中に2本飲めっていう契約になっていますので、これ1本もう今日はね、なんかね、あのお客さんとのやり取りがなかったので、なんか一人でずっと喋ってたらなんかね、またね、またねです。日吉さん、いつくれたんやろ、ごめんね、またねです。すんません、ありがとうございました。またお越しください。来週も再来週も、できうる限りお届けいたしますので、あ、ちょ待って。来週あかんわ、俺。来週ね、ごめん。来週日曜日、別に誰も期待してないやろけど、来週日曜日ね、俺ね、マンションの役員会入ってんねん。昼間、あーくっそー、またちょっと時間ずらして、これなんやろな、集客ってどこがいいんやろな、夜の9時半から11時とか土曜日の、でもスタッフ泊まって帰ってもらうと、夜の9時半、10時、夜の10時半、12時ってきついもんな。きついよね。昼間はこれ10時半、12時っていいけど、9時半、11時、だいたい9時から11時でさ、金曜ロードショーとかやってるから、そこら辺までやろな、リミット。で、これ、ライブ動画配信できるのが最大マックス1時間半なんで、いや、9時から10時半でもええけど、どっちがいいんやろな。なんせね、来週ダメやわ、お昼。だ土曜の晩もあかんのちゃう？テニスあるやん。マジか。テニスあるやん。そうか、来週飛ぶか、来週飛ぶか、日曜日の昼過ぎたらいけんねん。なんせね、10時から12時ぐらいまで会議やねん。1時から昼、やるか、1時から。そうか、土曜日の晩もあかんわ。テニス入ってたわ。思い出した。思い出した言うと怒られるけど。はい。あんで、そう。契約書類上。なんもない、書類なんかないんですけどね、契約上、ビールをもう一本飲め、二本飲んでいい話になってるんで、そう、今日はちょっといっぱい喋ったので、ビールの進みが早いので、もう一本いただきます。
オープン。あ、ちゃうわ、こっちや。オープン。あれ、あった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 、うわー、ちょっと待って、オープン、よいしょねえクローバー、今何時？11時42分です。はい、あと十数分でございます。はい、よいしょ、いただきます。うん、そうね、外に行く企画のことといろいろ考えていかなあかんですね、このライブ動画も。うん、あ、坂東さんも、あら、いつの間に、坂東さんもこんにちは、お誕生日おめでとうございます。聞こえてはるやろうか。お誕生日、いつやったっけ、なんかお誕生日おめって言った、何、明けおめちゃうわ明けおめちゃうわ、お誕生日おめみたいなメッセージをついちょっと前にさせていただいたような気がするんですけども、坂東さんこんにちは。はい、そんな感じでですね、何行こうかな。何がいいですかね。きっと忘れさせる。
好きな曲なんですけど、やはり何度歌っても失敗いたしますが、はい、お届けして、あ、浅井さんもいつの間に来てくださったんだ、ご挨拶が遅れました。浅井さんもこんにちは。TZ ちゃう、また間違えた、ただの全盲のおっさん48歳、 TZ48 こと桂田源太郎がお届けしている梅雨のじめーっとしたところをしっとりとお届けするコンセプトのライブ動画でございます。はいごめんね、ご挨拶遅れました。ちょっとフォーカスが、カーソルが当たっていた、いなくて、浅井さんが来られたことを気づかずに、ウォウウォウ、小田和正さんのウォウウォウを歌って、そろそろ終了の運びとなるんだよ。クローバー、茶はねえ、クローバー、今何時？はい、50分でございます。ちょっと早いですけどね、なんかいろんな企画考えていきたいなっていう話も途中でしたんですけどもね、外に出るとかね、外でやりたいな。でもこのキーボードもね、ケースが、キャリングケースがないんですよね。まあでもいいやね、なんかロープとかで背中に結わえて六甲山上がって、で歌おうかなー言ってセッティングしたら誰かに怒られてな。で、はい、撤収。まあ、撤収でもいいよね。やった感というか、何？やってる感。ライブ感ね。このもう、ね、キッチンから飛び出しましたよという努力の爪痕ぐらいは残せるかもしれへんから、そんな感じでお届けできればというふうに、いろいろ考えてみたいなというふうに思います。はい。うん、美味しい。はい、今日もお付き合いいただきありがとうございました。またなんか、次回に向けてというか、そうそうね、後から来られた方どうでもいいんでしょうけど、来週ちょっと厳しいんすよ。10時半がマンションのね、地味に生活感出しますけど、マンションの役員会があってね、集まらなあかんすよ。10時から。なので、
来週はちょっと時間をずらしてお届けしようかなというふうに思います。ひょっとしたら午後3時とかどう？お茶の時間的に。うん、そんなんでもいいよね。ちょっと時間考えますね、また。来週は、ちょっと10時半、12時っていう枠がちょっと難しいので、また考えたいというふうに思います。はい。それでは、また、来週もお会いいたしましょう。桂田源太郎がお届け、間違えた。もうクソ。ただの全盲のおっさん48歳 TZ48 こと桂田源太郎がお届けした6月14日のライブ動画でございました。今日もありがとうございました。ちょっともう一口というかグーって飲んでお別れしようかな。もう一回。みんなもなんか飲み物あったら。乾杯！イエーイ！ありがとうございました。お疲れ様でした。お付き合いありがとうございました。これ、うん。全部は干されへんわ。うん。ゲって言ったらごめんなさい。はい。ありがとうございました。ただの全盲のおっさん48歳 TZ48 こと桂田源太郎がお届けいたしました。また来週、ちょっと時間変わりますけども、お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。どうも。ありがとう。バイバイ。お付き合いいただいてありがとうございました。